シリス割りたいの？看護師の藤木紗恵です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では引き続き、看護師藤木さんと、今回はナースの、セクハラ事情っていうのを話していきたいと思います。藤木さん、実際どうですか？セクハラってされたことありますか？あります。あります。病棟で、病棟で結構いっぱいされます、セクハラって。すごいいっぱいじゃないですけど、まあ、ちょこちょこあるかなぐらいはありますね。大体やっぱりご年配の方ですか？そうですね、すごいよく認知症になってる。ああ、なるほど。セクハラするときだけに。そうですね。なるほど。若い人ってあります？若い人はないです。なんか若い人はセクハラよりは連絡先渡してくるとかはありますけど。あ、はい、そっちの方ですね。そっちですね、はい、触ってとかはさすがにないです。先生、このご年配の方がセクハラする心理って何ですか？え、先生がセクハラしてもできるわけじゃなくて、ご年配じゃないけど、ご年配だけど、本能って最後まで残るんじゃないですか。性的な、その本能、はい、やっぱり最後まで、情報は認知症になって残るってことですよね。はい、それこそ、やはりその年齢を重ねていくと、ちょっと勃起力が低下するとか、その精力が落ちるとかっていうわけじゃないですか。それでもやっぱりこう触りたい心理っていうのは、それでもやっぱりまだちょっとそういう欲求は残ってるっていう。残るのかな、どうなんだろうね。触ってくる人たちはもう本当にすごい年配なのに、なんでそんなことやるのって感じで。あ、そうですね、なんか決めつけるのも失礼だけど、勃起力は多分ほぼないだろうなってぐらいの年齢の方でも触ってきてます。不思議な、ちょっと医学に分かんないわ。不思議ですよ。ご高齢の方が多いですけど、具体的にどういう風に触られるんですか？どういう風に、偶然を装う場合だと、車椅子にベッドから移すときに看護師がこう抱きかかえて、向かい合わせの状態の時にこう手でお尻触ったりとか、させられない。そうですね、捕まるときにお尻に捕まるみたいな。それはなんか偶然を装ったパターンで、意図的なパターンで言うと、オーバーテーブルに血圧計乗せてこう向かい合わせじゃないですか。で、この測られてる手でこう胸を測らせますね。そうですね。これ見てる人、高齢者の方は真似しないですよ。真似しないでください。明けよう厳禁ですよ。あとやっぱ看護師の作業ってこう前かがみの姿勢がすごい多いんですよ。何をするにしても。作業してる隣のベッドの人にお尻を向けてる、お尻を突き出してる状態があるんですけど、あ、じゃあ後ろから見ると、まあ、そう突き出されてる状態、はい、そうですね、お尻を突き出してる状態になっちゃって、その対応してない患者さんからすると、あ、それを楽しんじゃう。もうなんかちょっと洗脳も入ってる状態で、なんかしゃべれって言われたことがありますね。しゃべれしゃべれ。多分なんか認知症になった時とか、なんか洗脳になった時ってお酒好きな人だったらお酒持ってこいって言ったりとかするから、性欲が強い人だったのかもしれないですけど。それ一回だけありました。それ何言うんですか？もうスルーでした。もう見せた勘違いしてんだな、そうしてな。その時カルテに何て書いていいかもちょっと正直思いますし、しゃぶれて騒いでますね。なんかそういう時って何か注意とかするんですか？やめてくださいねって笑顔で一応言いますね。怒んないんですか？怒りたい気持ちもやまやまですけど、怒ってちょっと伝わるのかなって部分もあるんで。そういうことをもし患者さんがやっちゃうと、次からおばさんのナースが変わっちゃうからね。あ、せっかく若い患者さんみたいなナースが担当なのに、はいはいはい、もう変わっちゃうから。もしくは男性ばかり。ああ、そうそうそう、気をつけないと。そのばかり終わっちゃう。そうそうじゃあ基本的にはちょっと優しく。そうですね、看護師やってると思う、何でも結構はいはいみたいな感じで過ごせるかもしれない。それ結構看護師共通ですか？そういう、なんか受け入れるっていう、そういう傾向が強いような気がします。セクハラ事情に関しては、でもそういうことしちゃうとやっぱり病院内でも気をつけちゃう。あとはその今ちょっとしゃぶれみたいな感じあったと思うんですけれども、この言葉のセクハラについてなんですけど、はいはい、なんかそういうふうになんかこう、それこそ若い人なんかね、何か先をとかっていうのあったと思うんですけど、まあ、そういうのってなんかあったりするんですか？たまにありますね。
多分悪気なく言ってるんでしょうけど、褒める意味合いで、その胸が大きいねみたいなとか、そのこういったいい姿してんなみたいなのを、悪気なく多分スタイルがいいねみたいな意味合いで言ってる人もいますね、たまに。それもやっぱり年齢的にはやっぱ上の方が多い、年配の方が多いですね。じゃあ今回はですね、ナースの生活事情ということでちょっとエピソード聞いてみたんですけれども、まあ、そもそも勘違いしないでいただきたいのは、まあ、そういうことをやっても寛容に受け入れられる可能性はあるけれども、やってはいけないっていう。あ、そうですね、あまりひどいとだってもう多分強制化とかあるんで。あ、あるんですか。ありますか。ありますか。痴漢と一緒ですから。犯罪です。犯罪です。認知症っていう免罪符のもとを許されてますけど。で、今回ですね、藤木さん、看護師の藤木さんご出演いただいてるんですけれども、実は藤木さん、看護師とは別にお仕事されてるということで、はい、ぜひちょっとご紹介いただいて。職業はセクシー女優をさせてもらってます。はい、いやー、そうです、一般病院にこんな可愛い看護師はなかなかないですよ。いや、いますよ、いますよ。もともとは看護師で、セクシー女優になったっていう感じなんですよね。そうですね、はい。なんか、きっかけとかあったんですか。いや、なんか、ちょっと企画ものの面白いのとかを見て、なんか壁からペニスがいっぱい生えてるみたいなのがあるんですよ。ああいうの見て楽しそうだなと思って。楽しそう。ちょっとやっていきたいなと思っちゃって。あと、某ミラー棒みたいなのがあるじゃないですか。ああいうのにちょっと出てみたいなっていう。まあ、面白いなって思うことあると思いますけど、出てみたいって思うんですね。いや、なんか生きてて壁からそんなにいっぱいこう物が出てる状態とか出さないっていう。仕事でいっぱい見てるのに。そうですね、壁からはさすがに出てない。そういうなんか日常を求めて、面白い部分とかの日常でこうちょっと好奇心で。そうですね、それで。それは一般病院には普通に何年ぐらい勤めてたんですか。病棟は4年、はい、5年弱ですね。結構じゃあしっかり働いてたんですね。はい、ちゃんとプリセプターとかやってました。で、いきなりこの業界に、その業界に入ったんですか。それともなんか並行してからやったんですか。あ、並行はしてなかったですね、はい、今何年ぐらいいたんですか。でも業界に入っては5年経ちましたね。あ、女優さんで5年っていうと結構ベテランの。そうですね、ベテランに入るみたいです。そう、やっぱ企画ものはナースものが多いんですか。結構職歴聞かれて看護師って書くと、あ、この職歴生かして使ってもいいですかって聞かれるんですね。なんで今の名前じゃないんですけど、本当初めてデビュー始めた時の私のデビュー作は、はい、看護師を歌ってます。ナース服とかやっぱ着てたりします。はい、はい、もうフルに一緒にですね。みんなナース好きだからね。幻想を抱いてますと。ということで、まあ、今ちょっと次回以降も引き続き藤木さんとまた企画に進めていきたいと思いますので、ぜひ次回もご期待お楽しみにということで、はい、この動画参考になりましたらぜひ高評価とチャンネル登録もお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。